なりたいものになれなかったずっと楽しくない憂鬱だっていうこういうタイプの人って楽にならないんですよ一生楽にならないんですよだから嫉妬する人生は多分終わらないのでストレスの低い嫉妬考えた方がいいと思うんですよね嫉妬するんだったら徹底的に嫉妬してですね気がくれそうになるんだったら他の人間を攻撃することで自分への攻撃を薄めた方が僕はいいと思います 他人と比べることをやめられません。ドキドキさん、男性20代。なぜ私は他人と比べることをやめられないのでしょうか ?20 代の男性で、既婚、妻との関係は良好でもうすぐ子供が生まれる予定で、とても楽しみです。 仕事も楽しいです。経済的にも日常的な買い物は特に値段を気にすることなく購入できる程度でそれなりに満足しています。現状のせい、自分の生活にも幸せを感じているのですが、友人と話している時に互いの年収の話や生活レベルが想像できるような話をして自分と比べてしまいます。私は人と比べて相対的な幸せや自信を感じるような生き方をしたくないと思いつつ比べるのをやめられません。何か助言をいただきたいです。 これね、ね。もう、うだから仕方ないと思うんですよ、ね、生まれ持って持っている与えられた運命と言ってもいいし癖とも言ってもいいし考え方なんですけどもこういうことを話すとね人と比べるとそこは幸せありませんとか本当の幸せはみたいな話になるんですけどもこのタイプの人がこの考えをやめれた試しがないんですよ。いこういうタイプの基本的に 現状を自分で満足するような生活をしている。 やるる気があるタイプ、リア充タイプの人って必ずそれゆえの劣等感があって劣等感というのは何かっていうとなんか結局俺は劣等感に駆り立てられて動いてるのではないか人とあのいつも比べてそれで自分を満足させようとしてるのではないかっていうふうに考えちゃうんですけどもそれでちゃんと成果出てるんだからそれがエネルギー源なんだからあなたにとっての唯一のエンジンをぶっ壊してどうするんだよと思うんですよあの。ガソリンに砂を入れてはいけない ないんですよ。そういうふうなことはやめたほうがいいんですけどね。あの人間の大半半分近くは。 基本的に自分と他人を比べてしか幸せを感じることができないんですからですねそのそもそも自分と何を比べることに自体には何の損もないじゃないですか <laughs> あの損が発生するとしたら他人と比べた上で変に張り合おうとして必要のない勝負に出たり必要のない競争をしたりして無駄遣いするとまあそうならないように気をつけるだけでいいはずなんですよね。 他人と比べて自分の幸せにとかですね。自信を持とうと感じるような生き方は良くないっていう思考自体価値観。自体実はこうマウント取ってますよね。あの俺は、えー、他人と比べたりしし、あのしないようだけだったらいいんですけども、それを他人に。 それを素晴らしい生き方のように言ったりです、ね、それを本来の姿のように言ったりするっていうのは単にそれマウントを取ってるだけですしあのよくいるじゃないですかあの俺怒ったことないよっていう人って。 なんかそういううい人にに、「とととって、感情的なのと同じようにです、ね、俺はなんか他人と比べて自分を偉いと思ったよりし,はしないなとかいや自分の幸せっていうのは他人と比較することじゃないだろうというやつはそれを他人に説教してる時点でそれが何だろうな誘惑的で,で自分を駆り立ててるっていうことに関して自覚的じゃないんだけども。 なんか分かってるからそれを他人に説教したがると思うんですよね。だから人と比べてあの相対的な幸せとか自信を感じるような生き方に自信を持ってください。それで成果出てんだから、それで、えー、既婚、妻との関係、良好、もうすぐ子供が生まれ、仕事も楽しい、経済的にも日常的な買い物は、特に値段を切ることもなく購入できる程度、それなりに満足ですよ。それは、 常に他人と自分を比較してそれによって幸せを感じるというあなたのエンジンが正常に作動してるからなんですよこのエンジンジを否定してはいいけないと思うんですよね。だからなんかそういう価値観を持ってない人への無用な憧れとか無用な劣等感をさっさと手放すべきですしそういう ことが書いているような自己啓発本が本棚に並んでると思います。なので今すぐその本は,本は捨ててください。それはあなたの人生に必要がないもんですから。ですねえー、ただ生まれてきた子供に何だろうな周りと比べて幸せだとかです周りと比べてお前は劣っているとか優れているというのだけはやめた方がいいと思います。なんでかというと子供はあなたと違うエンジンがついている可能性が高いからです。 あなたのエンジンは、それでうまく動いてるから、全然否定しません。そのままで結構です。 ただ子供には別のエンジンが備わっている必要があるからそこのところだけは気をつけてください、えー、ジャガーさん男性三十代の方です人生が楽しくありません昔プロミュージシャンを目指していて二十四歳ぐらいでデビューを断念しましたなりたいものになれなかった私の人生は失敗です楽しいことがあっても音楽家になれなかったという感覚がつきまとい常に憂鬱です、えー、今更プロデビューを目指すつもりはないのですが岡田さんのように何者かになり何事かを成し遂げた人を見つける と羨ましくて発狂しそうになります生きるのが楽になる考え方を教えてくださいってことなんですけどもさてあのねまあまあまあストレートに答えると僕はあの別にあのなんだろうな何も者かになったというよりはですねもともと僕はあの特撮番組の美術スタッフになりたかったんですよサンダーバードのミニチュアを作る人になりたかったしあとあのつぶれプロに就職してウルトラマンとかですねウルトラセブンのミニチュアを作る 人間になりたたかったんですよとにかく子供の頃は模型関係の仕事それもプラモデルとかじゃなくてですねそれは怪獣は嫌だったんですよ怪獣のようなグニャグニャしたこの世の中に存在しないものを作ってですねなんかあのウルトラマンと戦うというのに全く魅力を感じにですねそうではなくてあれに出てくるですね怪獣をまず攻撃してすぐにやられるジェット機とかです、ね、戦車とかですね あと壊れるビルとかああいうのを作りたくて作りたくてしょうがなくてですねもう本当になんかそういう仕事をやりたかったんですけどもだ僕が大人になった頃にはですねそんな職業がもう日本では事実上存在しなくなったんですね怪獣映画が作られなくなってですね、まあ、趣味としてやってる人はあるしあと何年に1回かそういう映画が作られるかその時に集まる人たちっていうのはいるんでしょうけどももうなんかこうね就職口として毎年毎年何百人もニーズがあるというのは はななくなってんですよ、ね、まあまあもともと映画産業というのはそんなもんなのか分かんないですけどあと次は SF 作家になりたかったんですけどももうこれを言うとね問題があるか分かんないですけど SF 作家という職業も僕が大学を卒業する頃あ卒業してねえんだ <laughs> 大学を追い出された頃にはですね職業としては事実上消滅していたんですね。もちろん作家に なところがもうすでに SF サッカーの夏の時代は日本 SF サッカー夏の時代過ぎて出版点数がどん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 減っていってというふうな時代になってたのでですねなんかやっぱ僕は成功してる人が年間に数人しか出ないというジャンルはですね産業として成立してないというふうに思うのでですねああこれ SF サッカーっていうのも考えない方がいいよなと思ってですねなんか 今の職業というかでそこから先、えー、お店で SF 専門店開いたりとかですねアニメ作ったりっていうのはもう全部成り行きで流れ着いたようなところなのでまああのこのジャガーさんのブローミュージシャンもそんなもんじゃないですかっていう話にしようかと思いますけど多分そういう答え求めてないんですよね。 えー、24歳ぐらいでプロデビューしたかったなりたいものになれなかったず,ずっと楽,楽しくない憂鬱だっていうこういうタイプの人って楽にならないんですよ一生楽にならないんですよだから嫉妬する人生は多分終わらないのでストレスの低い嫉妬考えた方がいいと思うんですよねあのプロのミュージシャンになれなかった理由っていうのをなんか自分 のせいいいいにしない方がいいんですよあの。実力なかったからとかです、ね、運がなかったからとか考えずにです、ね、プロになれる力量はあったし売れようと思えばいつでもでできたと。でも、自分の音楽性を曲げたくなかったしあの自分の意思でプロになれなかったとあえて俺はプロにならなかったんだっていうふうなんですね。 ストーリーをですね。でち上げた方がいいですよ。頭の中で勝手にでっち上げて、まあまあ人に言ってもいいんですけど。で、どんなに人に負け惜しみと言われてもですね。一貫して主張してるとですね。まあ、それなりの風格は出てくるんですよ。あの20代で風格はなかなか出ないですけども。ジャガーさん30代ですからですね。これをずっと言ってるとですね。 風格は出てくるんですよね <laughs> で時々人前でなんかギターかなんかでもちょっと弾いてりゃですねあ確かにってみんな思ってくれますからですねまあなんかそれでいいと思うんですよあの成功してる人を見て、まあ、嫉妬で気がくいそうになった時はですねあいつやあいつはメディアや大衆に魂を売ったクソ野郎だと生きてて恥ずかしくねえのかというふうに思っちゃえばいいんですよ。それを思う権利はあるし そういう職業なんですから、あのミュージシャンもそうだし、作家もそうだし、漫画家もそうだし。僕みたいな配信もそうです。まあ、あの、なんだろうな。 えー、岡田司夫なんて本当に人前で媚びて、あのー、ユーザーの何ならのお宅どもに媚びてるだけの靴野郎だとかでたらめばっかり言ってるっていうふうに言っていいんですよ。それを言うことによって心の平和が訪れるのだと絶対言った方がいいしただ言う相手を間違えたり SNS で書くともうバカと思われますからですねもうそれ心の中に、ね、散々言ってでそのうちにですね納得ステージが来るんですよ。 まあ、あの今回の話はここなんですけども納得ステージっていうのがステージが来てるそれ何かっていうとですねあの「夢破れた俺だが今のこのような生き方をしてると新しい生き方を見つけてる」今思えばあの恋愛もあ結婚も仕事も。 ミュージシャンになれなかったのも全部このためにあったんだっていうですね納得ステージっていうのがくるんですよねまあ達観って言ってもいいんですけどでみんなね最終ステージはねみんなこれなんですよ40代になると全員これいるのでですね多分あのスティーブ・ジョブズは絶対こうでしたスティーブ・ジョブズはもうそんなことずっと言ってましたしイーロン・マスクもこんなこと言ってますん <laughs> だろう、えー、前,前の会社を追い出されたのもそうだしあなんかペ,イペイパルかペイパルを追い出されたのもですね <laughs> それだったというふうに言ってますからみんなねなんかこう成功しようが失敗しようが全員他人から見て成功であろうが失敗であろうが納得ステージっていうのがあるんですね納得ステージに早く行くためにですねあの嫉妬するんだったら徹底的に嫉妬してですねあの気がくれそうになるんだったらまあまあまあ他の人間を攻撃することで自分への攻撃を薄めた方が僕はいいと思いますレオンさん男性20代です。 えー、私は自分でもわかるぐらいに、えー、とにかく嫉妬深いです。 おお、常に自分が褒められていないと気が済まず、すごく好きな友達に対しても可愛い彼女がいたり成功したりすると、とても悔しいと感じます。友達を目の前にしても素直に喜んだり羨ましかったりすることができません。しかも、私は嫉妬するだけで現状を変えようと努力することもできませんし、そもそも方法がわかりません。最近では好きだった友達に対して悪い点ばかり気にして憎しみまで抱く時があります。それを苦しいと感じています。どうすれば良いでしょうかちなみに僕は 目型だと思います。うん、まあね。言ってることはわかるんでどうしましょうね。どうすればいいのかな？こういう人って多分ね。その嫉妬するのをやめろって言ってもしょうがないし、うんまあ、嫉妬する時間を制限するしかないですよね。あのまあ、嫉妬したらですね。とにかく嫉妬感じたらその場で嫉妬するのをやめてですね。 あのメモを取るなりあとで嫉妬するタイムになってから嫉妬してください。で寝る前でいいですから嫉妬タイムですね。まあ最大でも1時間ですよ。できればあの30分以内に収めてですね友達を憎んでもいいです。ただしそれはその嫉妬タイム内に抑えてください。夜寝る前の30分1時間を嫉妬タイムにするんだったら 昼間、嫉妬を感じたとしても、夜まとめて、夜まとめて、夜まとめてっていうふうに思っといて、夜になったらもう嫉妬タイムですから別にデスノートを作ってですね、あいつ殺すとか死ねばいいとか失敗すればいいとか、振られればいいとか書いてもいいですし、何を思ってもいいですから、嫉妬タイムまでは、 抑えて、嫉妬タイムになったらもう解放するというようなですね肉親まで抱く時があってそれを苦しいと感じているっていうのはその暑い風呂にずっと入ってるから苦しいんであってです、ね、あのタイミングで入ればサウナのようにです、ね、気持ちがいいものだと思いますんで,です、ね、もうその嫉妬でちょっとあの気持ちよくなることを考えてください。マリオオのゲームオーバームバみたた!」いなもので、あー「終わっちゃっという感じに近いと思うんですよね。